どうも優勝おめでとうございます。ありがとうございます。先日ね、成績は3着3着という意外な成績だったんですが、今日は宮村さんの後ろで、まあ、満点マーカー形で行ったんですが、やはりその余裕がありましたか？余裕はなかったです。はい、いや、当日に4回に出ましたので、これは作戦の一つですか？そうですね、宮村君がちょっと早いピースになったんですね。まあ、元気チェックでワンツー決まったなら言えなんですけど、シコの宮村選手は、ね、3着で、ソー選手が2着なんで、まあ、結果的には上位なんですが、これで7月から、まあ、元気がしてくれる優勝回数は、そうですね、今回なんですね。昨年コーチからの優勝があったんですけど、一応コーチ戦は連覇という形になるんですが、これについては覚えてますか？あ、覚えてます。はい、何やねん。まあ、まだ時期の判別というのは今言うかもしれませんけど、次はやはり SQ にはこれで言いますか？そうですね、はい、何やねん。まあ、ずっとね、成績回すのも決勝戦、今もね、ちょっと3着で準決勝の7連勝とさ、残念1年以上も使わせるので残念でしたけど、今日は、まあ、一応面会を用意したと思いますけど、やはりちょっと形がどうなったか、ちょっと見てみたいなことがあったんですが、前の人のおかげで、はい、そこも言えない一応、面会を用意して、次回はどちらでございますか？今回も四国の松山です。四国戦連動になるんですが、松山で言いますと何回もいますかね？そうですか。まあ、ちょうど前メンバーをやって、メンバーをやって、最後に